はいみなさんこんにちはあなたの英語力は伸びるのはインプットの時ではなくてアウトプットの時ということで実践系語 YouTuber の坂木社長です今日も TOEIC Part 5形式の問題を見ていきましょう今回扱う問題はこちらの問題です まず最初のはトランスフォーメーションというのは名詞で変形という意味なんですがトランスという接頭辞は別の場所へ別の状態へという移動を表すイメージなんですねそしてフォーメーションというのはフォーム形から来ている名詞ですから形成ということになりますですので別の場所へと形を変えることつまり変形という意味になるんですね動詞形はトランスフォームです トランスフォーマーという映画もありましたけどもあれは形を変えるる人とというところから来てるんですね。車がロボットみたいなのに変わったりしますよねですので形を変えるる人とといいうところからトランスフォーマーマなってるんですね。はい、あとトランス別の場所へ別の状態へという,こう移動を表すイメージの接頭時のちょっと復習をしましょうか以前もねいくつかお伝えしたことがあると思うので思い出す感じでねやってみましょう「トランスポート」 トランス別の場所へポート運ぶから輸送するでしたしトランスプラント別の場所へ植え替えるので移植するというのがありましたよねあと転勤させるというのもトランスファーでしたよねトランスは別の場所へそしてファーも運ぶという意味でしたから別の場所へ運ぶというところから転勤させるという意味になりました、はい、そんな風にちょっとねトランスというのを今一度押さえておきましょう 次の単語はポ,ート,レイですポートレイというのは描くとか表現するという意味がもともとなんですけども役者なんかがある役割を表現するということは演じるという意味になりますよねですのでここではポートレイが何々の役を演じるみたいな意味で使われてるんですねあとポートレイというのは肖像画を描くという意味でも使われまして皆さんご存知の単語ですとポートレートという単語がありますけどもあのポートレイトというのは名詞で 肖像画って意味になるんですよね iPhone なんかでも縦で撮るのポートレートモードって言いますよねだいたい肖像画はこうね縦で顔を撮ったりすると思うのでポートレートモード横はランドスケープモードですよねランドスケープっていうのは風景景色という意味なんですけど景色を撮るときはたい横がてで撮りますよねですので横で撮るときはランドスケープモード縦で撮るときはポートレートモードって言ったりするんですね はいということでこの機会にポートレイとポートレイ一緒に覚えておきましょう選択肢の amaze も見ておきましょうか amaze というのは誰それを驚かせるという他動詞なんですね目的語には人を取りまして誰それさんを驚かせるという意味になります驚くという意味ではないので注意してください サプライズもそうなんですけど、サプライズも驚くという意味ではないんですね。誰それを驚かせる。なのでちょっと注意が必要です。語源はアーの部分が強調の意味を表しまして、メイズがまをつかせるって意味なんですね。ですのでそこから人をまをつかせるようなイメージで驚かせるという意味につながってくるんですね。あと名詞でメイズといったら迷路という意味もあったりしますよね。迷路にも迷い込んじゃったらまごついちゃいますよね。どっち行ったらいいのかみたいなね。 そういうい語源は共通しているのでこの機会に「イズ迷路というのも覚えちゃいましょうはいそれではこの問題京都スタジオから京都市分かりやすく解説を加えてまいりたいと思いますそれではまいりましょうさあそしたら後ろ動詞が欲しいんですがどうやら「アメイズ」に絡む動詞問題ということになりますから驚いたという意味にしたいんでしょうね。 聴衆ののメンバーの人たちは驚いたんですで後ろにトゥー不定詞が続いているんですがこの驚いたとかがっかりしたとか興味を持ったみたいな感情を表すものの後ろにトゥー不定詞が来たらその不定詞はほぼその理由を表すものと考えてください。つまり目撃したのが原因理由で驚いたそういうことになるんですね。 訳し方は、何〇してと訳します。不定詞の副詞的用法です。不定詞の副詞的用法の一つで、何〇して驚いたとか、何〇してがっかりしたとか、何〇して興味を持ったとかね、何〇してうん満足したとかね、そういう感情を表すものの後ろに、to 不定詞はよく続きます。はい、じゃあ中身見ていきましょう。まず witness なんですけども、これは、 目撃するという他動詞でした皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかまた概要欄に関連動画リンクを書いておきますね目撃するという意味でしたで後ろに何を目撃するか目的語が欲しいんですねはいじゃあ目的語は名詞ですから名詞を予測しながら後ろを見るとその俳優というのは名詞ですけどもずっとなってるのでまた続きますよね その俳優さんのはい討論、完全なというのはまだ形容詞ですから名詞が出てきてません。で、っとここでトランスフォーメーション、変形という名詞が出てきたので、ここが目的語の終わりというのはわかるでしょう。はい、そして前置したす名詞です。その人物、登場人物への変形ということなんですね。はい、じゃあ後ろのこの He was p o r c rain、これまた Sv が出てきました。これ何でしょうかということなんですが。 この「was portraying」という過去進行形の元になっている「portray」という動詞は他動詞で何々の役を演じるという意味でここでは使われているんですね。まあ描くとか表現するとか意味もありますがここではこの「日は俳優さんなので俳優さんが役を演じているということなんですが誰の役を演じているかという本来は目的語が必要な第三文章を取る他動詞です。だから皆さんここをなぜ 目的語がないのかということに思いを馳せてほしいんですよねはい、このポートレイングの後ろに目的語はないというのがミソでこれなぜなくなっているのかそれは関係代名詞になって前に出て省略されちゃってるからなんですねだからここには関係代名詞のふうむが隠れていると思ってください まあ、登場人物、まあ、人間と考えてフーム人間の関係代名詞の目的格ということにしてフームにしておきましょうかはいこれで彼が演じていた登場人物ということなんですねですからこれは関係代名詞説の塊で全体で形容詞の働きをしていて登場人物という名詞を修飾する部分と考えられますはいこれでできましたそのの俳優さんの 完全な変形何への変形登場人物への変形どんな彼らが役を演じていたとこうなんですねこれどういうことかわかります完全な変形というのはこれは完全になりきっていることを表しているんですよね完全にその俳優さんが登場人物になりきってるのを見て驚いたんですうわ素晴らしい演技登場人物にあの俳優さんなりきってはるわみたいな感じですよねはい、ということなんですね でですので彼が演じている登場人物にその俳優さんが完全になりきっているのを見て驚いたとすればいいということになります。はいちょっとこの i n t o 見ておきましょうか。i n t o というのは前置詞なんですが変化を表すす場合によく使うんですね以前にもちょっと一度ね伝えさせてもらったと思うんですが例えばあるものが外にあった状態からこの中へ入ったら。 これが変化を表す漢字になるので、into 内面の中へという意味を持つ、前置詞が変化を表すようになったんですね。箱の外明るい箱の中、入った暗い陸地空気がある。水に飛び込んだら空気なくなるみたいな。変化を表す漢字っていうのが into から出てきてるという感じは分かりますよね。ですので、変化を表す場合によくこの into というのを使うんですね。だから、これトランスフォーメーションの元々の動詞が。 トランスフォーム変形させるという意味があるんですけども、A into B というふうに後ろについたりすることがあります。これで A を B へと変形させるという意味なんですね。この into が名詞形になってもちょっと引き継がれてトランスフォーメーション into 何々となっているわけです。俳優さんが登場人物になりきっているわけですよね。で、この into の後ろが ででいうところのアフターです変化後です変化前はこれ俳優さんその人自身ね俳優さんが素の状態で撮影場所に来るわけですよね「うんじょ」みたいな感じで俳優さん来たこれ素の俳優さんでスタートみたいなね監督が言ったそうしたら登場人物なんかなりきるわけでしょだから変化した後が登場人物ですよねそんなビフォーアフターがイントゥの前後にはある感じなんですね transform a into b で言ったら a が before b が after ということになります。a を b に変形させますからね。はい。ということなんですね。じゃあいよいよ確信に迫っていきましょう。ここ驚いたという意味にするんですがどうすればいいんでしょうか。Amaze これは驚くではなかったんですよね。驚かせるです。誰それを驚かせるです。 だからもし「アメイズ」をそのまま動詞として使うのであれば必ず後ろに目的語として人が必要ですこれで誰それさんんを驚かせたとなるんですねでもこれ人もいないし後ろにこうないし聴衆のメンバーが誰それさんを驚かせたという意味に別にしたいわけでもないですよねだから A ではあります。はい、じゃあ「WhereAmazing」なのか「WhereAmazed」なのかちょっと B と C 一気に見ちゃいましょうか。 この WarAmazing と WarAmazed 過去分詞とこれどう違うのかというのをちょっと考えれば答えが見えてくるでしょう WarAmazing というのはこの ING は現在分詞なんですけどもそれがもう形容詞化しちゃってるんですね Intesting とかも一緒です Surprising なんかも一緒ですもともとは現在分詞なんですけどもそれがもう形容詞化しちゃってるんですねで これどういう意味の形容詞になるかというと人を驚かせるようなという意味です驚くべきということですだからこれだったら聴衆のメンバーが驚いたんじゃなくて聴衆のメンバーは驚くべき存在であったとなります例えばどうだろう聴衆のメンバーが驚くべき存在だったというのは例えばもう全員なぜか知らないけど裸とかね <laughs> あの人たちで全員裸なの驚くわっていうか、ね、こっちが驚いてる聴衆のメンバーは驚かせてる方です そういういのがアメイジング、ねはい、でその逆これは「驚かせる」の受け身形からもともとは来てるそういう形容詞ですから「驚かされている」つまり「驚いていた」「驚いた」となるんですね、はい。ということでここは「驚いた」という意味にしたいんですから「C」が正解ということになります。はいはい、ということで「WhereAmazing」の主語には「もの」とか「 あるいは人の場合もありますけどもこのものや人自身が驚いてるんじゃなくて別の人人を驚かせるような物や人が来ます例えば裸の全員裸の聴衆のメンバーはその人たちが驚いてるわけじゃないですよね。裸なんて「うわ」って驚いてるわけじゃなくて周りの人がそれを見て驚きますからそんな感じね。ものや人周りの人を驚かせるような場合は「w h アメイ a m a z i n g になるわけですね。ところが Amazed の主語これはもう絶対人しか来ませんがまあ動物もありえるかもしれませんがとにかく生き物しか来ないですが驚かされたつまり驚いたとなるんですね。驚くようなものですから絶対生き物じゃないとありえません。このペンは驚いているとか絶対ないんでだから「w ー e r e a m a z e d の主語はまあほとんど人もしかしたら生き物動物とかもまあ,ありえますけどね。いということでした。 はい、じゃあハードアメイズドはこれの単なる能動の過去完了形ですからやっぱり誰それをある過去の一時点で驚かせていたとなって能動はやっぱおかしいんですね。はいということで答えは C「驚かされた」つまり「驚いた」という意味を入れましょうはいそれでは音読のコーナーです。Audience members were amazed これでちょっと軽く切ってもいいですけどまだちょっとね短いので一気にいっちゃってもいいと思いますオー were amazed to witness the actor's total transformation into the character、はい、ちょっと長くなるのでこの辺切りましょうか軽くねそして He was portraying、はい、こんなイメージで切っていくといいと思います、はい、じゃあ意味確認しましょう聴衆のメンバーの人たち驚いたなぜ目撃して何を そのの俳優の完全な成りりきを何へのなりきり登場人物へのなりきりどんな登場人物彼が演じているとここなんですね、はい、この順番で理解できたら英語の語順で理解できているということになりますしもう日本語にいちいち変換しなくても英語で理解できればもうあなたはネイティブ。はいそれでは音読スタート。 audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying Audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying. Audience members were amazed to witness the actor's total transformation into the character he was portraying. Good job.